気球連隊気球連隊は大日本帝国陸軍の部隊の一つである。民間の倉庫として使用されていた旧気球連隊第二核納庫。2020年に解体された。同部隊は陸軍唯一の気球部隊であり、連隊番号はない。また、この部隊が太平洋戦争時に風船爆弾を飛ばしたことは一般的によく知られている。戦後、 千葉市内にあった巨大な旧、第二格納庫は民間に払い下げられ、倉庫として使用されていたが、老朽化が進み、また2019年の台風により、天井が破損したため、2020年に解体された。日本で最初に軍用気球が飛ばされたのは、1877年5月23日で、ある。西南戦争で、殺軍に包囲された。 熊本城救援作戦に気球を利用する計画が立てられた。築地海軍省連平所で行われた気球の実験は成功したが、熊本城攻防戦に決着がついたため実用化は見送られた。1904年、日露戦争の際には、芝浦政策所制の気球を配備した臨時気球隊が旅順行位戦に投入され、戦況偵察に活躍した。 臨時気球隊の成功を受けて、翌1905年には東京中野の電信共同学校内に気球班が設置された。1907年に気球班は改組されて陸軍気球隊となり、鉄道連隊、電信大隊、気球隊を合わせた交通兵旅団の一部となった。1913年10月20日、気球隊は陸軍の航空基地であった所沢飛行場に、 転出した。1927年、所沢の混雑のため鉄道連隊に近い、賀村作草部ブ2転この時の兵力は、気球2個、予備2個を持つ2個中隊であった。1936年陸軍気球連隊に、改組され、それまでの航空家の所属から砲兵家所属に、移管された。1937年、日中戦争に動員。 南京攻略戦に参加。1941年、防空気球隊、編成。1942年、対、仏印、シンガポール作戦に参加するなどした。しかし、気球隊の任務は、航空機の発達により次第に失われ、その後は内地にあり、花々しい作戦とは無縁であった。対戦末期の1944年に、気球隊の運命は大きく変わった。 対米攻撃のため風船爆弾の計画が持ち上がり、気球連隊を母体とした富合作戦気球部隊が編成された。人員は3000名に増員され、3個大隊で編成された気球部隊は、茨城県大津、千葉県市宮、福島県名古屋の3カ所の基地に展開し、風船爆弾作戦に従事した。 1944年11月から1945年4月までの間に9300個の風船爆弾を放給した。360から1000発がアメリカ本土に到達した。作戦終了後、不合部隊は解体され、隊員は現在に復帰し8月の終戦を迎えている。徳永熊尾級隊長、ありがとうございます。